皆さんは元気な体を作るためにしっかりした食事をしていますか？毎年6月は食育月間です。食育と聞くと子どもが食に関する知識を得るためのものと思われがちですが、大人にとっても必要です。食育を学べば大人の健康課題である生活習慣病などを防ぐことにつながります。今回の企画コーナーでは健康につながる食生活を送るためのアドバイスやレシピを紹介します。今回食育について教えてくれるのは西保健センター管理栄養士の伊藤さんです。そもそもの話になるんですけれども、食育というのはどういうものでしょうか？食育とは人が生まれてから年を取るまで生涯にわたって体と心が健康でいるための基礎となる教育です。いつでもどこでも誰でも簡単に食べ物を手に入れられる飽食の時代だからこそ、自らの健康のために食を選択する力を身につけ、それを実践することが大切です。健全な生活を送るために食育があります。東大阪市では市民が健康で心豊かな生活を送ることができるように、第4次東大阪市食育推進計画を策定しています。豊かな食環境を守るための伝統料理や郷土料理などの食文化の継承、農業体験などによる農との触れ合い、食品ロスの削減などの環境への配慮、安全安心の食の確保など、幅広い分野で行政や食育関係団体などが連携して食育を推進しています。市民はどれだけ食育に関心があるか調査されているんですよね。はい、令和2年度の市政世論調査では食育への関心で30歳代では 76.7% の人が関心があるという結果でしたが、その他の年代では約 60% と30歳代よりは関心が薄いというのが現状です。食育は子どもの健やかな発育発達に必要なものというイメージがあり、子育て世代である30歳代で最も関心が高かったと思います。ただ大人も年代に応じて注意が必要な健康の課題があります。その健康課題とは、40歳代からは糖尿病や高血圧などの生活習慣病、60歳代からはフレイルです。フレイルとは加齢とともに心身が衰え脆くて弱くなる状態のことです。これらを予防するためにも食育は大切なんです。そこで東大阪市が食育で特に市民に呼びかけているのが健康につながる食習慣です。どのような習慣が健康につながるんでしょうか？3つあります。1つ目は朝食を食べる、2つ目は栄養バランスを整える、3つ目は野菜を食べるです。なるほど、どれも重要ですよね。ではこの3つに関して市民アンケート調査も交え詳しく聞いていきます。まずは朝食を食べるについて。朝食を欠食する市民の割合をご覧ください。はい、年代が低いほど朝ごはんを食べない人の割合が高くて、20歳から30歳代は 20% 以上になってますね。そうなんです。朝食を食べた方が良い理由はどんなことでしょうか？大きくは3つあります。1つ目は脳へのエネルギー補給です。夕食を食べ終えてから朝食を食べるまで時間が長く空きますが、その間も脳は働いています。朝食を食べないと昼食までさらに時間が空くので、エネルギー不足になり元気に活動しにくくなります。2つ目は肥満予防です。欠食時間が長いほど次に食べた時の血糖値が大きく上昇し、脂肪が作られやすくなります。3つ目は便秘予防です。朝食を食べることにより胃腸が刺激され活発に動き始めるので、排便しやすくなりお腹の調子が整いやすくなります。元気な1日は朝ごはんからと言えますので、朝食はぜひ食べてもらいたいです。続いて栄養バランスを整えるについて。栄養バランスが整った食事とは、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事のことで、
主食はご飯やパン、麺類、芋類などを使った料理。主菜は肉や魚、卵、大豆製品などを使った料理。副菜は野菜やキノコ、海藻などを使った料理です。主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を1日2回以上、ほぼ毎日食べている市民の割合はご覧のようになっています。60歳代以上は8割近く食べていますけれども、20歳から30歳代は6割となっており、年齢が若くなるほど栄養バランスの取れた食事ができていない人が多いということですね。はい、そうです。20から30歳代の食べない理由を見ると、作るのに手間がかかる、作る時間がないといった理由が多いです。この世代は仕事や子育てが忙しく、複数の品数を作るのは時間の制限があったり、労力的に負担が大きいなど難しい状況にあると思います。一品物であっても、丼に野菜やキノコがたくさん入ったお味噌汁を副菜として組み合わせたり、カレーライスや麺類などは肉や野菜などを増やして具沢山にすることで栄養バランスがより良くなります。最後は野菜を食べるについて。野菜を食べない市民の割合をご覧ください。20歳から30歳代では4割近くになっていますね。子どもよりも大人の方が野菜を食べていないというのも驚きですよね。何か理由はあるんでしょうか。成年期の人の理由を見ると、野菜料理を用意する時間がないといった理由が多くを占めています。仕事や育児に忙しい世代にとっては準備の負担が大きいので取りづらいものと思います。野菜の1日の目標量は 350g と言われています。小鉢であれば5皿分です。野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が多く含まれており、 350g の野菜を食べることで1日に必要な栄養素を補いやすくなります。またエネルギーが低いので、料理に野菜を加えることで満腹感が増し、肥満予防につながります。まずは今よりプラス1皿の野菜を摂ることを心がけてほしいです。健康な食生活が大切ということは分かりましたが、なかなか思うような食事が摂れないものです。そこで今回は、野菜をたっぷり食べられる簡単レシピを紹介します。教えてくれるのは、東大阪市食生活改善推進協議会の山田さんです。食生活改善推進協議会は、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、保健センターを拠点とした地域に根ざした食育活動を行うボランティア団体です。今回は3品レシピを教えていただけるということですけれども、まずは何から作りますか。はい、ナスのピザ風です。ナスのピザ風、2人分を作っていただきます。はい、まず材料を教えてください。はい、ナス、油、塩コショウ、ケチャップ、ピザ用チーズ、パセリです。では調理をお願いします。はい、まずナスは厚さ 1.5 センチの輪切りにします。はい、ピザ用なので斜めではなく平行に切ればいいんですね。そうですね。次にフライパンに油を加えたら、火にかけてナスの両面を焼きます。はい、このようにナスの両面に焼き目がついたら、火加減は弱火にして塩コショウを振り、ナスにケチャップを塗ります。ケチャップは表面に薄く塗っていくような感じですね。はい、ケチャップを塗り終えたらチーズを乗せますが、ここがこの料理のポイントです。チーズが良い味のアクセントにもなりますし、カルシウムやタンパク質も一緒に取れます。あとは蓋をして、ナスに火が通りチーズが溶けたら皿に盛り付けます。チーズの香ばしい香りがしますね。最後に、お好みでパセリを振って完成です。はい、ケチャップの赤とパセリの緑で彩りも鮮やかですね。そうですね。ナスを切って焼いて、調味料とチーズを乗せるだけなので、とても簡単にできます。はい、次は何を作りましょうか。はい、次はブロッコリーのタルタル和えです。はい、材料を教えてください。はい、
材料はブロッコリー、卵、マヨネーズ、塩、コショウです。では調理をお願いします。はい、まずブロッコリーは小房に分けて、ドーナツ状に耐熱容器に並べます。はい、続いて真ん中に卵を割り入れて、破裂防止のために卵黄に 2,3 箇所穴を開けます。ここがこの料理のポイントです。卵を使用するのでタンパク質も取れます。次に耐熱容器にふんわりとラップをかけ、600ワットの電子レンジで4分加熱します。さあ加熱ができました。あ、ブロッコリーが色鮮やかになりましたね。ではここでフォークで卵を潰していきます。はい、ブロッコリーも少し柔らかくなっているので、あ、もうそのままフォークで潰せるんですね。はいはい、少し潰せます。粗熱が取れたらマヨネーズと塩コショウを加え和えます。はい、完成です。はい、鍋やフライパンなしでレンジでできるのもとても簡単です。そうですよね、とても色鮮やかですね。そうですね。はい、次は何でしょうか。はい、3品目は人参とツナの生姜和えです。はい、材料を教えてください。はい、材料は人参、ツナ水煮缶、生姜、ごま油、塩です。調理はまず人参のヘタを切り、皮を剥いたら、あとはピーラーでリボン状にします。この後レンジで加熱するので、使用する耐熱容器を受け皿にします。続いて生姜を千切りにします。はい、お願いします。ここでこの料理のポイントです。香味野菜は特有の辛みや香りが出ます。調味料を多く使わなくても美味しく食べられるので減塩にもなります。先ほどの人参に生姜、水気を切ったツナの水煮、ごま油、塩を加え和えます。そしてもう一つポイントがあります。水煮缶を使うことで油による余分なエネルギーも減らすことができますし、塩分も少ないので減塩にもなります。そしてふんわりとラップをかけ、600ワットの電子レンジで3分加熱します。加熱し終わったら、はい、完成です。はい、あ、もうごま油のいい香りがしますね。あ、色鮮やかになりましたね。3品完成しました。味の方はいかがでしょうか。まずはナスのピザ風から。うん、ナスにしっかり味がついてて美味しいですね。チーズとケチャップの組み合わせはもうお子さんからお年寄りまで皆さん大好きな味ですよね。続いてはブロッコリーのタルタル和えをいただきます。うん、美味しいですね。卵とブロッコリーのシャキシャキした食感がすごく合います。続いては人参とツナの生姜をいただきます。うん、こちらもさっぱりしてて美味しいです。減塩ながらも生姜があることでしっかりとした味が感じられますね。どれもとっても簡単でシンプルにできたんですけれども、楽しみながら食育ができそうですね。そうですね。東大阪市のウェブサイトでは簡単野菜レシピ、忙しいあなたの食事に手軽に野菜をプラスをテーマに、一品で野菜 70g 以上摂れる簡単レシピを掲載しています。今回作ったレシピ以外にもたくさん掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。今日は食育について教えてもらいましたが、子どもだけでなく大人もしっかり知識を深めることが大切ですね。これを機会に皆さんがご自身の食生活を振り返って、実践できそうな食育から取り組んでいただければと思います。そしてそれを周りの人にも伝えてもらうことで、食育の輪を広げて東大阪市が健康で活力のある街にしていきましょう。